皆様こんにちは。ピアニストの小池美奈です。今日はズバリクラシック音楽の魅力とはというトピックに、踏み込んでお答えしてみようと思います。最後まで聞いてください。ということで、クラシック音楽の魅力とはというとても大きいトピックになるんですけれども、簡潔にお答えすると、彼らの音楽は、まあ、その音がここになくてはならなかった、この音楽がこうである以外に、生きていく術がなかったというか、そういうふうにある以外選択肢がなかったという、ところに尽きるのかなというふうに思っているんですけれども、今説明してみてちょっと分かりにくいのかなと思ったので、もう少し砕いてお話ししていくと、例えば何かを作ると、音楽を作るときに目的が商業的なことになったりだとか、あとは、まあ、ここにこの音を入れてみたら面白いんじゃないかという好奇心でこう音を重ねていったりとか、あとはこのメロディーを使ってみたら今の人々に愛されて頭に残ってたくさん歌われて、そういう風になっていくんじゃないかなというような、目標だとか目的があって作られることもあると思うんですけれども、現代までに残って愛されているクラシック音楽のほとんどというのは、そういうところではなく、まず第一にもうその音がそこに置かれる以外できなかった、存在できなかった、もうそういうものである、まずそこであるというところが結局は魅力なんじゃないかなというふうに思っていて、伝わってます。そうですね。彼らの音楽はもう何て言えばいいんだ。まあでも私たちも生きている上できっと、まあそれは誰かにだったり自分自身にだったり、いろいろなシチュエーションがあると思うんですけれども、どうしてもこれを伝えなくてはならないことだとか、どうしてもこれはしなくちゃならないことだとか、大切にすべきことっていうのがそれぞれの中であると思うんですけれども、そういう、もう理屈なしにこうでなくちゃいけないという、そういう自分の中の何かと彼らの音楽がこう共鳴した時にこそ、なんだか伝わってくるものがあるなだとか、クラシック音楽の魅力ってここなのかなというふうに、自分自身と合わさる部分がそういった意味で出てくるんじゃないかなと思うし、そういう時に魅力を感じる時の一つなのかなというふうに思います。もう作曲家にお話を聞いて、このその音はどうしてその音なんですかなんということは直接確認は取れないですけれども、例えば私だったらピアニストで音楽家で芸術家であってという枠があるんですけれども、
なんだろう、私はもうそうやって生きていく以外に考えられないって、なんかそう言ったのと同じで彼らの置いたこの位置を、この音楽っていうのはもうどうしてもそうじゃなきゃいけなかったものだったんだろうなというふうに私は想像しているし、やはり音楽は言葉や行動で伝えられるもの以上の何か、伝えられない、伝えきれないものを伝えられる一つの手段だと思うので、そういった意味で彼らは何か、彼ら自身に、そしてその時代の人々に、そして後世の我々に伝えてくれているんだろうなというふうには、思いますし、それは一体何なんだろうというのを、考える余白を与えられているのはまたクラシック音楽の魅力の一つなのかなというふうに思います。あとはその都度の時代背景だったり、まあ戦時中で国からの圧力を感じて、表向きはそちらに従うというふうに言いながら作曲活動を続けていた作曲家などもいるし、そういう、なんだろう、ある意味で説明のつく分かりやすい状況じゃなくても、こうもっとプライベートな、人間関係だったりとかするもので、表向きはこうだけれども、音楽で本当に言いたいことを伝えてるとか、そういう風な使い方もされてきているはずだし、それを多分子供の頃にしか感じれないとか覚えれない感情だとか、純粋さ、シンプルさというのはあるだろうし、それもまた一つの魅力ではあるんですけど、そうじゃなくて、こうきちんと年齢を重ねていくと、やっぱり私たちも人生経験を積んでいくわけですから、その中の引き出しと照らし合わせたり、いろいろ出したり引いたりしながら曲を聴いていって、あ、彼らはもしかしたらこういうことを考えてたのかなとか、悩んで葛藤していたのかなとか、そういうことをいろいろと人生経験が増えれば増えるほど引き出しの数も増えるはずなので、想像できることも増えて、と言って楽しみの幅が広がるのもまた魅力かなというふうに思います。はい、ということで今日は私が今考えるクラシック音楽の魅力についてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。またねー。